ギャラリーを設計してほしいっていうことの依頼があってこういうことになったんですね。それは以前から銀座と高輪にギャラリーを持っている僕の友人が、まあ以前からニューヨークでギャラリー持ちたくてしょうがなかったんですね。それがいいチャンスでこういうことができるようになって、それでそれならばっていうんで僕も喜んで設計しようということでしたんです。で彼女は私のこの画廊の最初の展覧会を僕 の茶室を含めたものでやりたいということをその時に言ったんですね。ですから、まあ、こういう結果になったんです。本当のものをこの人は見せたい、しかも骨董のようなものではなくて現代の日本 のいいクラフト を紹介したいというのは彼女の願いなんです。ですから幸い僕は茶の湯の展覧会をやってます。ですから茶室とか、まあ、今ここに座っているのが流麗というものですけど、ちょうど椅子とテーブルの茶の形式ですね。それと、もう一つはここに小さな余剰大名という茶席を用意しています。で この茶席というのは実はここの画廊は着物も扱うんです。ですから着物を扱うのに畳の上でね、こう扱う方が扱いやすいもんですから、それを兼ねてじゃあ茶席にしましょうよと僕が提案しましてね、余剰大名の茶室がある。
Thank you.